大のの19日の報道によると、ニューヨーク・タイムズは過去半年間にわたりシェンユン芸術団の元アーティストたちにインタビューを行い意図的にシェンユン芸術団を攻撃する記事を執筆しようという計画を進めていました専門家たちによると中国共産党はシェンユンの影響力を恐れておりシェンユンを中傷し人々がシェンユンの公演を見ることを妨げようとすることが目的だと指摘しています 長年にわたりニューヨーク・タイムズは中共による深刻な人権侵害の歴史を軽んじ見過ごしてきましたそして現在アメリカにいる中国の異論者たちに対してもその批判の矛先を向けています大紀元が取得した情報によればニューヨーク・タイムズは約6ヶ月を費やしてシェンユン芸術団を攻撃する記事を準備していたとされています同志の記者 マイケル・ロスフェルド氏と中国系記者のニコール・フォン氏はメールでシェン、ユンの元メンバーたちに連絡し、シェンユンに対する否定的な情報や、怪我の事実を誇張するなどして、シェンユンの芸術的な追求を貶としめる情報を探っていました。この記事はままだ公開されていません。しかし、公開されればシェン、ユン芸術団に矢先を向け、中共の国境を越えた弾圧活動を助長することになるでしょう。 大紀元は、しんゆ芸術団の現役アーティストたちやその家族、教師たちにインタビューを行いました。彼らは一様に、しんゆが厳しいが専門的なトレーニング基準を遵守し、不適切な技術による過労や怪我を防ぐための措置を講じていると述べています。また、しんゆは舞踊家の安全と健康を大切にし、専門的な助言を提供しています。専門家たちは ニューヨークタイムズが取り組んでいる報道について偏った視点で一般化し専門的な知識を選択的に無視していると指摘していますシェンン芸術団の公演は国際的に非常に高い評価を受けています出演者のプロ意識と彼らからもたらすポジティブなエネルギーに多くの人が深く感動していますそのため通常の報道ではシェンン芸術団の背景 世界各地でののの巡回公演、公演の成果などの側面から報じるべきです。これれらを触れるのようにユン芸術団の副団長である陳英氏はニューヨーク・タイムズがシェンユンに対して批判的な意見を持つ人々だけにインタビューを行いシェンユンでの時間を肯定的で非常にやりがいのあるものとして捉えている圧倒的多数のアーティストを無視しているようだと指摘しています。 公正な報道を行う場合、シェン・ユン芸術団の現在のメンバーや責任者、またはプリンシプルダンサーたちがインタビューに招待されるはずです。しかし、これらの人がインタビューを受けた形跡はないようです。世界中で名声を博しているシェン・ユン芸術団は、毎年世界各地で巡回公演を行っています。2006年の設立以来、中共による様々な妨害を受けてきました。その手法には、 裏に劇場に圧力をかけて公演を中止させること、眞雲アーティストの中国にいる家族に迫害を加えること、眞雲の車両に損害を与えること、アメリカの税務官を買収して、眞雲の非営利団体としての地位を失わせようとすることなどがあります。大紀源によると、ニューヨーク・タイムズがインタビューしている何人かの人々は、危険とされる中国人男性と接触していました。この男性は、 ソーシャルメディアで銃をいじる様子や決死隊に参加したいという内容を投稿していますシェンユン芸術団のアーティストらがトレーニングを行う施設の周辺でも目撃されましたそのため FBI から安全警告が出されていました専門家は中共がこれほどシェンンを恐れるのには裏があると見ています最も直接的な理由はシェンンが広まっているのは伝統文化 中共の政権樹立以前の伝統文化であるということですこの点において中共は非常に恐れています中共は数十年にわたり暴力による支配を続けています中共が特に力を入れてきたのはあらゆる手段を使って伝統文化を壊すことですシェン・ユンの講演は中国人の信仰への迫害に対する抗議を含み中共によるファールンゴンへの迫害を暴露しさらに生きたままの臓器摘出の暴行を暴露しています したががって、て中共は自らのののタブーが世界の観客の前で明るるみにされれことを恐れています。大紀元が入手した中共の内部文書によるとファールンゴンへの国境を越えた弾圧の一環として中共は外国のマスコミに自らに有利な報道を報じるよう取り組んでいます一方でニューヨーク・タイムズは長い間中共と同調する報道をしてきました同志の元記者リディカーステン・タトロー氏は 2016年に中共による臓器狩りの疑惑を追及しようとしたところ編集部によってその調査が妨げられたと証言しています。NTD ジャパンがお伝えしましまた